ルートの大きさを比べる問題をやってきました。で、こういう風にして、ルートと整数を比べるときは、この4ってルート16やなっていう風に考えて比べましたんやけど、このルートでしか表せない平方根、ルート5とかルート6とか、あとまぁルート2とかルート3もそうやってね、これがだいたいどれくらいの大きさか、何点て何々ぐらいかって知っとくと、まぁこの大小、大きさを比べる問題もそうやし、この後の問題とかでも、 結構便利やねな。ま、なのでちょっと今回は特別に、え、ルートでしか表せない平方根っていうのがどれくらいの大きさか、え、ちょっと紹介をしておきたいと思います。そしてそれの覚え方やね。ま、まず一番最初に出てきたのはこのルート2でした。これって大体どれくらいかっていうと、ま、ちょっと近くに電卓が計算機がある人はやってみてほしいんだけど、ルート2でこれは大体どれくらいかっていうと、1 四一四二一三五六なんです。困こらこずっと続いていくね、もちろん。え、そんなんどうやって覚えたんって思うかもしれませんけど、これは覚え方があるんです。え、ルート二っていうのは、人よ人よに瞳ごろです。え、人よ人よに瞳ごろ。 どういう意味やと思うかもしれんけど、まあよくわからん意味やろうけど、こうやってリズムで、語呂で覚えられるんやね。次のルート3もそうです。ルート2は人より人よに人見ごろやってんけど、ルート3は人波におごれです。人波におれや。これはなんとなく意味を想像できるんちゃうかな。まあ人波に他の人と同じくらいおごれよってことやね。 人、どんな状況やねんと思うかもしれんけど。人並みに、おう、ごれや。これで覚えられますよと。そしたら次は、ルート四は二やもんな。ルート五です。ルート五って一体どれぐらいかっていうと、これは二って何歩かね。どうなるでしょうか。富士三六オおムナクです。これで覚えましょう。富士山、 六、おう、む、な、く、富士山六、おうむなく。まあ、富士山のふもとで、おうむが泣いていますよと。そういうイメージです。次は、ルート六やね。これは面白いで。え、つよし、くし、やくなです。つよし、くし、やくなです。ここに点です。え、つ、よ し、く、し、や、く、なです。ルート6は強しくしなくな2.4494897になりますよと。ルート7はどうなるでしょうかっていうと、ま、これはちょっと思い浮かばんかったよね。こっから語呂で覚えます。な、に、む、し、い、な、いです。どうなるでしょうかっていうと、ルート7。なは、に、む、し、 いいい、な二点六四五七もちろんずっと全部続いていきますよとそしたら √8 まあこれは覚えんでもいいよね後でやっていくけどこのルート八っていうのは実は二ルート二に直せるんですってことはこのルート二は一人一人にり人見頃なのでこれを二倍しただいた大い体2.828427何歩かになるわけ ま、でもこれも一応語呂があります。え、どうやって覚えるかというと、これなんかすぐ思いつきそうやね。にや、にや、呼ぶなと。これで覚えることもできます。で、次に、ルート9は3なのから、最後に、ルート10まで言っておこうか。これも7みたいになかなか思いつかわんかったんやろね。ここから数えます。当、明るく書かな。当3、一郎2です。当3は一郎に似ていますよと。 等三一る二です。どうなるうかっていうと、どうなるかっていうと、どうなるかってこれもずっと続いていきますよと。まあこういうふうにして、うまく五呂で、ルート二からルート十まで覚えることができるやね。まあこれ絶対覚えなあかんかっていうと、そうでもないんやけど、まあそんなに覚えるのは難しくないと思うので、大体どれくらいの大きさか知っておくと便利やと思います。